センタープール杯争奪日韓グローリー賞競争、今回で66回目を数えている伝統あるタイトル決戦、そんなシリーズのファイナリストを目指しての攻防、準優勝戦はいよいよ最後の12レースということになります。6選手一斉に本番ピットを飛び出しまして、どうやら進入は枠番通り、1号艇の吉川清のここはインコース戦ということになります。前半カードも鮮やかなまくり雑誌からの突き抜け、連勝街道をひた走ります1号艇の吉川明夫、このレースを勝ち切るともちろん明日の優勝戦も白い枠番、2号艇の瀬野達也がこの外に構えての2コース戦です。抜群のスタート感で1枠を魅了する2号艇の瀬野、3号艇藤原浩一がセンター3コースから、こちらは前半レース1着とリズムは上々です。この外に続いてくるのが4号艇の中井俊介です。F 持ち上にやや仕掛けは慎重になっておりますが、フルダッシュならばパワー全開です。足色パワフルなこの4号艇の中井、5号艇の柏俊弘はその外に構えての5コース戦、6号艇宝田良次がおろそと6コースへと船を運んでいきます。スロー3艇ダッシュ3艇、角を取ったのが4号艇の中井俊介です。一方インに構えたのが1号艇の吉川明夫、人気の中心です。スタートまでは残り10秒となります。最後の準優勝戦第12レース、インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタートは2コース2号艇の瀬野ですが、イン1号艇の吉川も好スタートを決めています。先に回る1号艇吉川に2号艇刺した、2艇の間を狙う3号艇藤原浩一、内を作れば4号艇6号艇です。枠設置先頭は1号艇の吉川清、2番手追走は3号艇の藤原、3番手外から6号艇宝田、内からは4号艇の中井、なおスタートは正常でした。2マークを先頭で回る1号艇の吉川明夫です。2番手追走は3号艇藤原浩一、上位体系1番3番1番体系、6号艇の宝田が3番手、この内には4号艇の中井、後方からは2号艇5号艇となります。先頭はインからきっちり押し切りました1号艇の吉川明夫です。そして2番手から追走は3号艇の藤原浩一で、6号艇の宝田が3番手、上位3艇は136、4番手に4号艇の中井、5番手に2号艇の瀬野、最後方5号艇の鹿島となっております。スタート名人2号艇の瀬野が0台見事なトップスタートでしたが、負けじと0台へきっちり踏み込んだ1号艇吉川明夫が堂々のここは押し切り、センターからさばいた3号艇藤原が2番手追走となっています。6号艇宝田が3番手、上位3艇は136、最終周回の1マークを迎えます。最後のバック側に骨を込んでいまして、先頭は1号艇の吉川清です。陰線危なげなく押し切りまして、これで尼崎連覇へ王手ということになりました。先頭1号艇の吉川清、3号艇の藤原が2番手追走で、3番手6号艇宝田、上位3艇は136、4番手以降は4号艇2号艇5号艇が続きます。準優勝戦最後の第12レース、先頭1番の吉川五輪、2着3番藤原五輪、3着6番宝田五輪、4番中井五輪、2番の瀬野五輪、ラスト5番です鹿島が五輪。以上尼崎第12レースでした。